分言うた。黒バチいっぱいおる。ブンブン言ってる。黒バチいっぱいおる。黒バチいっぱいおる。取られへんかな。ごきげんよう、山口あゆきです。今日はアジサイを見に来ました。ということで、もうすぐアジサイのアジトに行くので、今から皆さんにアジサイの素敵な綺麗な風景をお届けしたいと思います。あ、見て、トンボ。くそ、取られんかったか。トンボいっぱいおる。あ、そうそう、トンボ。実家で見つけたんですけど、私の小学3年生の時の名札がまさかのトンボついてました。めっちゃさ、おったよな、黒の。今日は聞いて、じあれじじゃーん、おニューのマンキーでーじゃん。靴も1800円です。イエーイ。見て、アジサイのイーが昔のイーや。アジサム園みたいな感じになってる。アジサイ園綺麗。やばい、人いっぱいおんのに。でっかい声出しまった。虫が飛んできよった。山アジサイとか言っちゃう。ちゃう？ちゃいますか？あ、違う、ガクアジサイやった。ガクアジサイ。かわいいんだが。めっちゃかわいいやん。これもかわいい。知らん。めっちゃ可愛いんだけど、このあ、ハートや、ハート見て、ハートです。じゃん、ハート。可愛いやつあった。この感じ好き。プル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 ってやつ可愛くない？これ違う、あれで種類やで。可愛いんだが。アジサイは日本の花だそうです。綺麗に。じゃん。みなさま、暑いよ。前にね、豊富のお寺さんに行った時は咲いてたんですけど、ちょっと少なかったんで、ね、ちょっとやっぱ季節時間の差で、今がちょっと満開じゃないけど咲き始めてきたかなと思って、今日は奈良のアジサイ見に来ました。大人になるとお花の綺麗さというか、その淡さっていうのを実感できますよね。淡さっていうの、どういうこと？ポンポンポン。あ、これハートや。出ました、アジサイバート。登っていきたいなと思うんだけど、いっちゃん恐ろしいこと言ってもいいっすか？じゃーん、毒蛇に注意だってさ。こーわこーわこーわ。毒蛇に注意っていうのがちょっと怖いところではありますが、この通路やったら大丈夫でしょう。蛇が襲ってくるのは蛇の敷地内に入ったら。うわ、トカゲちゃん。うわー、ててるてて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 るで。ここにかわちいトカゲがいます。わお、こんにちは。ちょんちょん、かわいい。見て、トカゲ呼んで。ごめんな、食事中やったな、この子。おー、ペロペロしますやん。ペロ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 、頑張ってちゃん。捕食してね、バイバイ。やっぱり探してしまうよね、爬虫類たちを。なんでこんな顔しちゃうのやろ。普通の顔で行きます。やっぱり鳥の声がいいですね。じゃんじゃん、ちょっとだけ咲いてるかなって感じ。汗かくわな、こういう感じは。うお、蜂も来るよ。それは来るよ。気をつけてな、足後ろカーブなってるで。
出てる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 、かわいい、こんなかわいいのっていいの。この先スズメバチの巣があります。駆除が完了するまで近づかないでください。ちょっともうここら辺で引き返そうか。ほんならな、いやここ越えて行くとこや。あ、そうか。いやスズメバチは怖すぎるやろ、うん、おお、ピクちゃんこの葉っぱがヘビかと思った。こっち綺麗ぞ、逆光だけど綺麗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 。汗もかくし綺麗。鳥の声がいいね。ほんまに合ってんのかな、こっちから抜けれるんかな。知らん、道はなあ、戻るか、戻ろか。ごめんごめん。いやいや全然全然。あ、ここはあれ基地みたいな感じか。ここは基地みたいな感じです。こんな感じ。うわー、かわいいんだから。ポン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 。もう多分あっち行ったらスズメバチの巣あるから怖いから帰ります。みんな行ってるけど、みんな行ってるから後ろついて行ってみる。怖いけどな、行ってみようか。ちょっとみんな行ってるので、やっぱ人って不思議なものですね。自分が最前列やったら怖くてやめてしまう。だけど人が行ってると思ったらなんか行っちゃうっていう、そういうところありますよね。やっぱり自分で道を切り開くっていうのはすごくね、すごいことなんですよ。や、誰もやってないことをやるっていうのもすごいことなんですよ。もう恐れずに行くところね。私の音楽もそうでありたい。みんなに何を言われようとも、うわ草がすげえ、みんなに何を言われようとも、ハエキは自分の道を、なんかおる、大丈夫、道を突き進んでいく。こんな怖いんだが、それが私の宿命でもあったり。あー、ちょっと待って、やばいやばい。はい、ちょっと待って、人危ないよ、後ろ。人がおれへんくなった。後ろ、後ろついていけ言ってるやろ。何を遅れとってんねん。行け行け行け、ほか。あ、見えてきました。これで安心です。人がいれば安心です。遅れを取らないように、時代にね、の流れにしっかりと波乗り上にしていきましょう。皆さん、ちょっとみんな歩幅早ない？結構ね、みんな歩幅早い。私ついていかれへん。ちょっと待って、いっそシャカシャカ言ってんねんけど、怖いねんけど。お、法華経言ってますけど。今自分の袋が虫かもってふうした。ほいほいほい。お、抜けました。ここの道をね、抜けてきたわけです。細い道で、私ぐらいスリムの女性であればすぐ抜けられました。さあ、もう終わりかな。うわ、トンボいっぱいおる。おそらくこっちが古墳だそうですね。ほうほう、結局言ってますけど。え、ちょっと待って、これ松杉、あ、杉アレルギーやけど大丈夫。こんだけね、自然豊かやったら、そらスズメバチも、ヘビも いてますわね。そらいいと思います。うわ、ヨモギやで。これなんか伸びきってんねんけど、このヨモギ。いってる、ヨモギ。てか、アリンコめっちゃおる。アリ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 。おさまバッタやと思うねんけど、男主ではなく殿様バッタが飛んでる。パタ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 、ほらら、うわお、かわいいんだから。もうちょっと待ってみようか。もう一回飛ぶと思う。誰かがここには何匹かおって、トタタタタタ、うん、おー、うん、で聞こえへんなった。貴重なパタパタを、うん、でかき消すんじゃねえ。流山古墳、やっぱり奈良はね、歴史深い地なので、まあ、大和の地なのでね、そういうのがあるのかなと思ったりするんですけど。始まりの地は始まりの地やな。ませんな、やっぱり、やっぱり。あんのかなじゃないの。始まりの地が、そうや、奈良や、そう。だからすごいよ。てか、なんか、だからじゃない、もう平安京とかそういうのも、奈良は、平安京とか。ちょっと勉強しますね。なんかすごいのありますけど。
これ何ですかって感じのやつがありますけど。あ、見て、カエルじゃん。完全にこれカエルじゃん。カエルがいました。ハチおるぞ。ちょっとこれは危険が早いってまおうか。見てこれ、じゃーん、すごい。なんじゃこりゃ。絶対パワースポットやん、ここ。やっぱり鳥を見に来てる方もいてるんですね。うまいな、うん、だからアジサイもそうやけど、お花もそうやけど、見て、これ可愛くない？葉っぱ上がっていってる。街灯かなんかにこうやって葉っぱが登っていってる、階段みたいに。どこまで登ろうとしてるんかなってぐらい可愛いな。てて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 。お花も見れるし、自然も見れるし、鳥の声も聞けると。素敵ですね。わかるかな？ビワの木。この間でも、おぉ、ハチおる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 、神様、仏様。ビワの木って書いてます。ビワね。ここにトンボがでもいっぱいおるっていうことは、ハチもおるかもね。うん。でも、今は多分、刺してこやんと思う。その、巣穴に近づいたら刺してくると思うから、無条件に刺してこやんと思う。プロガネ持ち。守るも攻めるも黒金の、とは違うか。見て、すごい、見て、隙間から生えてる。すごくない？命の結晶や。鬼に負けないからって夢に泣いてって言うこと？違う、だからそれ言ってましたよね、さっき。ちょっと最初から言ってよんなら。なんで昆虫って海におらんの？なんで昆虫って海におらんのっていう質問で、海にはあの塩しかないから、あんまり塩しかないからって、虫がおらんから。あの、なんで、だからなんで虫がおらんのって聞いてだ、海の中ってことやろ。その魚しかなんでおらんねんって話やろってことは、昆虫はなんで海の中におらんのって聞いてるのに、いや、それは虫がおらんから、だからそれを聞いてんねんつってだからそれはやな、それもうこれ使うなよなんでなんで、使ったっていいじゃん別に。いや、なんかもうそうやって細かいこと言ってる男って思われたくないあかん、笑ってもらった、おばあみたいに笑ってもらった。いやいや、違うね、違うね。いいね、いいね。それ、そういう疑問っていうのは大事だと思うんで、生きていく中で。生涯、やっぱ疑問文で生きていくことっていうのは大事や。うわ、見てきたな。オレンジになってる。オレンジになってる。オレンジになってる。何これ？こっちやろ。え？注目すべきは、すごい、ほんまや、何これ。何、ドブに注目してる。ドブちゃうからやめとけ、ドブではないやめたって、ドブではないから。何かが老化してる。うわー、すごい、なんか、何やろな、このこれ何ですか、皆さん。あ、見て、貴重がおる、貴重や。何が注目すべきは、何、ドブに注目してる。いや、わかる、撮ってるってけあ、そうこっちで見ちゃってる。はい、先の話に戻りますけど、海の中になぜ昆虫がいないかっていう、あの、論争に入りたいと思います。海の中にはやっぱりエラ呼吸しな入られへんから、海は。だからじゃ、だって羽とかさ、その昆虫って結構羽類多いやん。羽濡れたら死んじゃうやん。それやからじゃ。聞いてます、聞いてます。いや、もうもういいか。はい、何でもわからないことあったらアイキに聞いてください。答えは合ってるかわからんけどお答えします、何でも。わーお、キノコ生えてる、でっかいの見てドゥグッドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥン、巨大やん。見た、これ、ゴリゴリのゴリゴリのキノコやん。なんかゴリゴリのキノコ、見てみ、見た、うわー。これはだからあれやん、なんとかグモ、なんて言うの、あかん、全然ピントが合えへんし、逆光やし、最悪。
いただきます。味わえるっていう、これがヘキそば。いや、ちょ、だから、ヘキそばでもないし、なんかようからヘキそば、ヘキそば入れ物のことや。あ、入れたな。聞いてるようで聞いてない。あんなにこれ一個一個分けられてやん。分けて食べたい。何のこれだった？分かった。こっちがねじれてるやつね。うのりそばとね、はしそば。うのりそばね。おいしいでも。新潟県のそば。コリコリしてますね。うん。シラスもあったけど、シラスも気になったな。シラスって何だっけ？魚、ちっちゃい魚。日本の花に触れて日本の食を堪能する最高の一日でした。最高の一日でした。じゃあ取れたと思います。